大友克弘は日本の漫画家、映画監督。息子はイラストレーターの大友翔平。宮城県留郡波間町出身。宮城県佐沼高等学校卒。血液型は A 型。1973年漫画アクションにてデビュー。代表作にドーム、アキラなど。ペンタッチに頼らない均一な線による緻密な書き込み、複雑なパースを持つ。 画面構成など、それまでの日本の漫画にはなかった作風で、80年代以降の漫画界に大きな影響を与えた。1988年、自作をもとに自ら制作したアニメーション映画、アキラは日本国外でも高い評価を得、ジャパニメーションと呼ばれる日本国外における日本アニメムーブメントの先駆けとなった。近年は主に映画監督として活動している。 幼少の頃より、手塚治虫の鉄腕アトムやジャングル大帝を見て育つ。中学時代に漫画家を志すが、高校時代は映画付けの日々を送り一時漫画から離れる。当時は映画を作りたいと思っていたが、数と立ちを考えて漫画を描き始め、1971年末に諸女作、マッチ売りの少女を執筆。手塚治虫の雑誌、コムヤ。 リボンに数度投稿を行い、1973年、プロスペルメリメ、マテオ・ファルコーネを原作とする、銃声で漫画アクションにてデビュー、以後、漫画アクションを中心に短編作品を発表していく。1979年、初の単行本となる、自選作品集、ショートピース観光。この頃より、漫画起草展外、コミックアゲインなどの SF 雑誌。 マイナー雑誌に寄稿し、ニューウェーブの作家ともされるようになる。1980年、アクションデラックスに、ドーム、漫画アクションに、気分はもう戦争を連載。1982年、週刊ヤングマガジンにて、アキラの連載を開始し、この作品で一気に、メジャー作家となる。1983年、石森翔太郎の漫画作品を原作とするアニメ。 映画、現場大戦にキャラクターデザインとして参加、以降アニメーション映画にも携わるようになる。1984年には、キャノンのカメラの CM アニメで、キャラクターデザインのほか、絵コンテと原画を手掛けた。オムニバスアニメ、迷宮物語の中の一編、工事中止命令を監督として手掛けた後、自作、アキラを自ら監督し、アニメーション映画化。 1988年7月に日本公開、12月に全米で公開された。以降は漫画よりも映画の分野で活動している。2004年には8年ぶりの長編監督作となるスチームボーイが公開、2007年には漆原由紀の同名作品を原作とする実写映画虫子が公開された。2012年には大友克弘作品を中心とした オムニバス劇場編アニメーション作品、ショートピースが公開され、監督作品、歌謡チンは大友には珍しく、江戸時代が舞台、アヌシー映画祭公式セレクションと共に、アカデミー賞にプレノミネートを果たした。2012年、東京都千代田区の3331アーツ千代田で、東日本大震災の復興支援を兼ねた初の、原画展、大友勝弘原画展が開催。 アキラの全原稿など、約3000枚の原画が展示され、漫画家の原画展としては、世界最大規模となる。2019年、アニメエキスポ2019にて、新作映画、オービタルエラの制作、代表作、アキラの再アニメ化、そして、大友のデビュー以来の単行本未収録作品を、含む、全作品を雑誌掲載時の状態のまま収録する、全集の刊行がアナウンスされた。 2021年、講談社からの全集の刊行を開始することが、ツイッター等で正式に告知された。2016年アングレーム国際漫画祭にて、大友の作品が一般的に知られるようになるのは、初作品集、ショートピースが刊行され、ニューウェーブ作家とも交流を持つようになる1979年、頃であるが、76年から78年頃には、 すでに作風を確立し一部の漫画読者からは知られた存在になっていた。大友の初期の作品はアメリカンニューシネマの影響が強く、ロックやジャズ、ドラッグといった70年代の文化を背景とした日常風景を淡々と描くものが多かった。小回りなどに大友が敬愛する黒沢明やサム・ピキンパーの影響が強い。また緻密に書き込まれているにもかかわらず、 余白を大胆に撮ることで白っぽい画面が作られており、リアルでありながら、劇画のような泥臭さ,さや過剰さのない乾いた画風が注目された。さらに、初期の大友作品の大きな特徴は、日本人のキャラクターを全く美化せずに、見たままアジア人的な様子で描いたことであり、これは男はかっこよく、女は可愛らしく描くのが当然とされていた漫画界において、 異例のことであった。このような大友のスタイルの新鮮さは、漫画志望者や、規制の漫画家に大きな影響を与え、ショートピース観光前後より模倣者が数多く出現。その影響は、吉田秋夫などの少女漫画家にも及んだ。また、大友は、フランスのバンドデシネ作家、メビウスの影響を受けた作家として言及されることも多く、 欧米では日本のメビウスという呼び方をされることがある。前述のように、大友は当初は70年的な文化を背景とする物語を主に描いていたが、1979年の52ページの未完の作品ファイアボールではサイバーパンク風の SF を描いている。この作品はそれまでロングショットだけで作中人物を描いてきた大友が、 初めてアップを使った作品でもあり、ドーム、アキラと続く80年代の SF 作品への前触れとなった。なお、アキラ以降の作品では登場キャラクターのヒーローヒロイン化に伴い、初期に比べて登場人物の目が大きくなり、造形をかっこよく、可愛らしく描くようになっている。過去のインタビューでは、そういった絵柄も簡単に描けるが、描く理由もない。 描かないと生き残れないなら描くと語っている。ショートピース観光以後、大友の名が知られるに従って、日本の漫画の画風、手法が大きく変わったため、漫画の表現史を隠するものとして、大友以前、大友以後という言葉もしばしば用いられている。この言葉を用いた一人である、米沢義弘は、記号化された絵を使い意味のあるコマの連続で、物語を表現するという、 手塚治虫によって体系化された漫画の手法に対して、自体をリアルに一枚の風景として描き出し、自在に変化するカメラワークによる画面の連続で、作品を構成する大友の手法を、ひて塚的手法と呼んだ。大友の作品ではしばしばキャラクターのいない、風景だけが大内紙にされたコマが続けて描かれるが、風景を物語の説明的な背景として使うのではなく、 風景だけで何かを語らせるこのような方法はそれ以前の漫画にはない新しい手法であった。佐々木原号は漫画の絵から説明的な意味、文脈を取り去り、人物も風景も同じ質感を持った単なるものとして写実的、立体的に描く大友の表現が漫画の作品世界の中で均質な空間を表現することを可能にしたと指摘している。 このことは一面では、箱庭的な物語世界の中にディテールを書き込むことへの欲求を作家に与え、70年代以降の SF ブームアニメブームと連動して作品に細かな世界設定を描き込む傾向を育てた。このような傾向は後に、白をまさらによって徹底的に追求されていくことになる。多面、人物の立体的な造形は80年代以降の 白を正し衆やカズラ正和、友人などの描く美少女像を変化させ、記号的な顔と写実的な肉体を合わせ持つ、日本の漫画表現独特の美少女キャラクターを生み出す、一因ともなった。上記に加え、老人を口元にシワを一本入れるというような、記号的な方法でなく、骨格から皮膚のたるみまで老人として表現するような大友の、デッサン力。 建物を様々な角度から、正確な遠近法で描き出す、描写力、写真や映画などから影響を受けた工学的な表現方法などは、以後の漫画界全体の画力を底上げすることになった。この他にも、効果音を描き文字ではなく、吹き出しを使って描く方法や、超能力などの大きな力によって地面が割れたり、球場に凹んだりするといった表現方法など、 大友が始めたことで、スタンダードとなった手法は、数多い。大友は、上記のような新しい手法で、戦後に漫画において描かれてきた物語を解体し、語り直す作家として登場した。そのため、写実的な作風を持つ一方で、彼の作品には、過去の漫画作品をはじめとする他の作品のパロディ、引用も数多くなされている。1978年から、 ロッキンオンで連載された、大友勝洋の栄養満点。では、白雪姫、赤ずきんといった有名な動画をシニカルなファンタジーとして語り直しており、1979年よりバラエティに連載された、まんじゅうこわいでは、毎回2ページを使って、鉄人28号や、ゲゲゲの鬼太郎などといった様々な漫画作品のパロディを行っている。また上述したようにデビュー前の大友は、 少女漫画誌への投稿歴があるが、1979年、コミックアゲイン誌では、少女漫画の画風を模倣したパロディ作品、危ない、生徒会長を掲載している。代表作である、ドームは、破壊的な超能力を持つ少女が登場する作品であるが、その少女のエツコという名は、同じく超能力を持つ少女が登場する作品、サルトビエッチャンの主人公にちなんで付けられており、 その他にも、破壊的なパワーを持つ少女であるのり、巻きやられぬ帽子が描かれるなど、これらの作品へのオマージュであることを示している。OVA にもなった短編作品、猫はよく朝方に帰ってくるに登場する、私立探偵は、青池康子のエロいかより愛を込めてに登場するスパイ、エーベルバッハ少佐のパロディだと、筆者自身がコメントしている。長編 SF 作品、アキラでは、 主要人物の名前を横山光輝のロボット漫画、鉄人28号にちなんでつけており、作品の構造も同作品の一種のパロディとなっていることが指摘されている。また2004年の映画監督作品、スチームボーイのタイトルは、手塚治虫の鉄腕アトムの映題であるアストロボーイを意識したものであった。単行本漫画原作など、監督作品脚本、キャラクターデザインなど、 原作提供画集、ありがとうございます。